株式会社アサノはカートサイズのミニ F1 誠を製作しました。単品部品の各パーツから息づくこだわり抜いた製品作り、株式会社アサノのクラフトマンシップが細部にわたり宿っています。ミニ F1 誠の製作工程をご覧ください。ミニ F1 誠は1枚のスケッチから生まれました。この手書きのデザインをもとに 3D データの作成を行います。そして各部品の構成、単品の図面化、成形シミュレーションによる整合性確認を綿密に行います。今回誠に使用される外装の一部は CFRTP 熱可塑性炭素繊維樹脂を使用しており、加工用の金型はフルモールド鋳造法による亜鉛合金ザス金型で製作いたしました。製品データをもとに発泡切削専用のマシニングで発泡を切削加工します。出来上がった発泡を型枠に入れ、硬化剤が入った砂で固めます。砂が固まった後、亜鉛合金を流し込み、一晩でザスは固まります。金型はあらかじめ必要な製品の形状に発泡の段階で加工してあり、インゴット形状から削り出すよりもはるかにマシニングでの加工時間が短縮でき、アサノが得意とする単納期待棒に大きく貢献します。出来上がった専用の金型は油圧のプレス機を使用して、ノーズアウターやエアインテーク、メインアウターパネル、シート部品を CFRTP で成形します。誠のメインフレームには板厚2ミリの A6063 材22ファイのパイプを使用。フレーム重量の軽量化と必要な車体剛性を確保しています。アサノは様々な材質加工にも対応しており、パイプベンダーやパイプ拡換機を用いて様々なパイプ加工も得意としております。専用軸に入れ、各パイプを溶接していきます。溶接する際に熱が加わるとパイプに歪みが発生してしまいますが、株式会社アサノの熟練技術者により歪みが少なく、溶接ビートが美しい製品加工を行います。誠の足回り部品、ハンドル、ペダルをはじめとするアルミ部品は最新鋭の五軸マシニングや NC 旋盤設備により作られました。加工実績は自動車、二輪車、ロケットなどの航空宇宙産業部品、そしてレーシングマシーンの最高峰フォーミュラー1や MotoGP でも株式会社アサノの高い技術力は実証されています。そしてステアリングにはアサノのコーポレートマークである H 形状をかたどった斬新なデザイン、握りやすさ、操作性という面も綿密に考えられています。センター部品には日本刀の鋭く力強いイメージと社名の誠を表す漢字を配置しました。外装に着目しますと、ノーズアウター、エアインテーク、メインアウターパネル、シート部品は CFRTP で作られており、流れるような美しい流線形状が与えられていることがわかります。このように製品形状が複雑で、なおかつセット方向の高さや深さがある製品を、本来なら CFRP 熱硬化性炭素繊維樹脂を使い、オートクレーブなどの大掛かりな設備を使用して成形しますが、株式会社アサノは加工や温度管理がシビアで成形がとても難しい
CFRTP 液化素性炭素繊維樹脂の研究開発を日々重ねた結果、今回の軟成形を可能にしました。ひときわ目立つ大型のチタン製フロントウィングと大型のリアウィングもこだわりのデザインで構成されております。また同様にチタン材で成形されているエキゾーストパイプの美しさも注目の一つです。こうして株式会社浅野の技術を惜しみなく投入して完成したミニ F1 誠、弊社の技術力の高さを感じ取ってください。